どうやって支援するのかこの具体的な方法としてライフスキルプログラムを紹介します。ライフスキルとは WHO では日常生活で生じるさまざまな問題や要求に対して建設的かつ効果的に対処するための必要な能力というふうに定義をされています。 皆さんは例えばサッカーのシュートがうまく決まるまで何度も何度も練習しますよね。それと同じように心の中の経験も何度も何度も経験を重ねながら自分自身の技として身につけることで生きていくための力がついていくというふうに解釈をしています。スポーツはこのスキルを蓄える,蓄えるためのとてもいい機会になります。 もう少しライフスキルを分かりやすく説明したのがこのスライドです。このスライドにありますように根っこにあるスポーツの好き、例えば勝つと嬉しい、新しいことを知るのが好き、チームメートが好き、上達するのが好き、そのスポーツが楽しいというようなこの心にある感情的なものと上の方の 葉っぱの部分、こうなりたい。例えば、ホームランを10本打つ。憧れの選手に近づく。レギュラーになる。こういった目標をつなぐ行動の部分。これがこの木で言うと、幹にあたります。この幹の部分をライフスキルとして考えてもらうと分かりやすいと思います。指導者としては、スポーツが好きという部分。 部,分のえー、部員の根っこにあるこの気持ち感情みたいなところを大事にしたいものです。そして部員もこうなりたいああなりたいという目標はあるものです。しかしこの目標をうまく行動につなげていく具体的にどういう行動をすれば目標につながっていくのかそういった努力の仕方であるとか 具体的な行動の仕方っていうことがわからないという状態があります。そして指導者自身もこれを教えるのは大変難しいということがあります。しかし木の根っこが感情、葉っぱが目標、葉っぱを大きくさせるにはその行動となる幹の部分が大事ということを捉えると分かりやすいのではないでしょうか。ライフスキルが理解できましたら次は。 目標設定の部分をお伝えしたいと思います。すなわち、このスターシートです、えー。ここでご紹介していますスライドは、私の研究会の学生が考えてくれました。スターシートの中央に大きな目標や夢を書き入れます。その周囲に小さい目標を書き、 具体的ににどのように行動してていいくかを決めていきますこの,し、えー、このスターシートではあらかじめ大きな目標の周囲に5つの小さな目標技術に関すること体に関すること生活態度に関すること知識に関すること心の在り方に関することを置きましたそしてそれぞれについてどう行動していくのかということを書きました 例えば、1年後になりたい自分っていうものが、レギュラーになりたいというような、この1年後になりたい、そのスタメン入りという部分があったときに、目標があったときに、例えば知識の部分では、野球の知識を高めるという注目標があり、そのために部員と意見交換をする、上手い人の動画を見る、本を読む、コーチとたくさん話をする、 といった小目標、すなわち行動目標を立てていくことになります。最初から全てを埋めるっていうことはなかなかハードルが高いものです。大学生もなかなか埋めることは難しいです。まずは真ん中の大きな目標に向けて、一つでも二つでもその周囲の中目標が欠けて、小目標である行動指針があると良いのではないでしょうか。 目標設定のあり方や目標設定シートなどはすでに他の章でもご紹介があったかもしれません。また、これらは現在多くの書籍もありますし、ウェブ上でも参考になるものが多く出ています。ご自身のチームに応じたものをいろいろと探し,てし探していただくといいと思います。次にご紹介しますのは、 気分けを活用して全体のスケジュールを確認してみるということができるといいと思います。例えば、中学校や高校、大学もそうですが、部活動だけではなく、期末試験、文化祭、体育祭、修学旅行など様々な行事や委員会活動があります。大事な試合に向けた準備と学校行事が重なる場合も多いです。その分、 大事な試合の前にトレーニングに十分な時間が割けないということもあるでしょう。1年単位で大まかなスケジュールを立て、長期的な視点で全体を見ることで、部活動もクラブ活動、そして学校行事も計画性をもってより良い準備ができるようになります。年間スケジュールを作るときにぜひ取り入れてほしいのが、気分けという概念です。 木分けとかえ、失礼しました。木分けとは、スポーツにおけるトレーニング計画の際に取り入れている考え方で、本番の試合から逆算して、準備期、試合期、移行期などの木に分け、それぞれの木の目的に合わせてトレーニング内容を変化させるやり方です。それぞれの木分けに関しては参考になる著書、それから Web での紹介もありますので、ここでは触れません。 気分けによって、気ごとの目標を設定することで、スポーツ活動だけではなく、優先してやるべきことが明確になります。そして、試合に向けての集中力も高まります。例えば、試合中に突破されない脚力をつけるという目標に関して、トレーニングでの観点もあれば、普段からチームメイトに声をかけて連携できるようにする。 というコミュニケーションも同時に考えることが必要になってきます。さらには同じ時期に学校行事で試験と重なるようなことが分かっていれば、その間にたとえ練習時間が長く短くなったとしても、体力を落とさないように自主練習を取り入れるなど、考えた行動につながってきます。それはチームで期ごとの目標を共有し、 取り組むことでチームビルディングにも役立ちます。チームをスタートさせる際に重要なテーマでもありますので、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか